毎日ブログ生活1031日目、エースボンドのオリジナルブックカバーがいよいよ完成した。唯一無二の商品になったブックカバーを紹介します。リーガルの靴を履くと足が小さくなったと錯覚する。久留米でボンドを専門に販売している精神こと末安真嗣です。エースボンドの目的。エースボンドが世の中に貢献する目的は、人と人、物と物とをくっつけて新しい価値を創造し、助かってありがとうと感謝の言葉をいただくことである。今日も張り切ってお願いします。それでは今日のお題は、エースボンドのオリジナルブックカバーが完成。ボンドでブックカバーを作る。エースボンドのボンジョがボンドでブックカバーを作ると宣言して、ようやく皆様にお見せできる商品が出来上がりました。世界に一つしかない唯一無二の商品、これがブックカバーです。小物入れのようなブックカバー、これを開くと本が出てくる。電車の中でこのブックカバーで本を読んでいると注目されること間違いなしですね。全体の写真はこちら。お好みの生地を選んでもらって、その生地でブックカバーを作る。柄が切れないように注意を払いながら生地の位置を決めて、あとは接着剤でくっつける。家にある接着剤でも十分できる。今回はこのブックカバーに一番使いやすい2種類の接着剤を使いました。セメダイン木工用605、アイカストロングループラス、この2つが最適。特にストロングループラスは先端が細くなっており、糸切れも良くて細かい作業の部分の作業がとても塗りやすい。作業する上で糸切れは最優先すべき特徴である。糸切れとは、接着剤は糸といって蜘蛛の糸のようにビヨーンと伸びがちである。そうすると手についたり商品についたりと手間がかかるし、商品価値も下がってしまう。このストロングループラスはその心配が全くない。サクサク濡れて作業がはかどる。ボンジョ大絶賛の商品です。特徴は無溶剤系化学反応型接着剤、はみ出しても目立たないクリアータイプ、熱水に強く屋外でも接着可能、接着スピードが速い。逆に接着できないものはポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素、食品や生物を入れる容器、体に直接触れる部分への使用などは注意してください。実はこの手のブックカバーは一般では販売していない。エースボンドのオリジナルブックカバーである。だから唯一無二、今までの試行錯誤の集大成の一品である。生地から選べるのでぜひともお立ち寄りください。注目の的になるのは間違いなし。今日の一品です。ちょっと体調が良くなかったので購入していた抗原検査ペンを使用してみました。唾液を摂取して15分で検出、簡易キットだが簡単で便利、取り急ぎ陰性に安心しました。陽性だったら無料で PCR 検査キットを受け取ることができ、そこでも陽性だったら病院で最終確認だそうです。まずは安心してご飯をお腹いっぱい食べて、たっぷりと睡眠をとろう。ではまた。末真でした。